はい、こんにちは、渡辺大輝です。YouTube でこうやってカメラに向かって話すのって結構久しぶりなんですけども、ご無沙汰しております。お元気でしたでしょうか。ちょっとね、お知らせというか、まあそうですね、お知らせしたいことがあって、動画を回してます。その前にな、最後にね、動画映ってた時ってもうちょっと髪長かったし、こんなメガネもかけてなかったと思うんですけど、ちょっとイメチェンして再登場してます。若干イメチェンしておりますが、はい、まあこんな感じで撮っていければなと思うんですが、まあなんでね、こうやっていきなり登場したかというと、渡辺夫婦の2人ごと、これ音声配信でね、もうずっとやってきたポッドキャストとかでね、やってきたスタンド FM とかで音声のみでお届けしてたんですけど、ちょっとこの度こんな感じでこう映像付き、カメラ付きでちょっと配信してみよっかなって思って、でほんでちょっとこういうお知らせ動画撮ってるんですよね。なんで次回以降、この渡辺夫婦の2人ごとは、今まで音声のみ、画像しかね、動画開いても画像しかなかったと思うんですけど、収録の様子の映像付きで、配信していこうかなと思ってますので、まああんまり聞いてなかったよっていう人もこれを機にね、ちょっと聞いてみてもらったらいかがかなと、はい、ぜひよろしくお願いします。で、内容はね、別に変わんないです。その映像があるから今までの2人ごとの内容と大きく変わるとかね、そういうわけではなくて、内容は一緒で、ただその収録の様子が映像であるだけっていうので、まあ中身は変わんないですけどね、中身は変わんないですけど、まあ YouTube ってやっぱり動画のプラットフォームでもあるんで、まあ動画付きで配信したらどうなんかなっていうのはもう前からずっと思ってて、どうかなどうかなって思ってたんですけど、なんかまあいろんなタイミングが重なってね、このタイミングでちょっと、まあビデオポッドキャストとかいう言われ方ね、アメリカとかやったらするみたいなんですけど、まあビデオありの音声配信でやってみようかなというふうに、はい、思いました。で、言いながら、まあ、やってみて、なんかいまいちやなと。その別に動画あったからといってそんないいこともなかったし、それは僕らにとってもそうやし、視聴者の皆さんにとっても別に映像あるとかないとか関係ないよっていうことであれば、まあやっぱやめたってなるかもしれんし、そのメリット あるにせよ、その映像あることでその収録の負担がめちゃくちゃ上がるとか、映像カメラ向けられてることでなんかうまく喋れなくなるとか、そういうちょっとデメリットとかが発生するようやったら、やっぱやめたってなるかもしれんし、ああやっぱりいいやんっていうことで続けていくかもしれんし、それはね、やってみないとわからないんで、こう、まあ、こうやってね、お知らせ動画撮ってるわけなんですけど、ある日突然もう画像のみの前の配信スタイルに戻るかもしれんし、ちょっとわかんない、それは。なんでちょっと実験っていうのもね、含めて見守っていただければなっていうふうに思います。はい。まあ引き続きね、この渡辺夫婦の2人ごと、僕らの近況とかを話したり、あとは皆さんの、まあ、人生相談、お悩み相談にお答えしたり、まあ、メッセージとか質問にお答えしたりっていうふうに配信していきたいと思うので、まあ変わらずね、聞いていただければと思います。はい。っていう感じですかね。いきなりね、動画上がると、どうしたってなると思うので、事前にこれからこんなことやってみますよっていうことで、まあ、告知動画、お知らせ動画ということで配信しました。で、次回以降は、まあ、通常のそのお悩み相談とかね、音声配信のスタイルで、まあ、映像付きでお届けしていくので、またね、こう生活いろんなながら聞きとかお供で聞いていただければと思います。見ていただければ。あ、そうやな、これからはだから映像もあるんで、まあ収録の様子も含めて見たい方は見ていただいて、あるいはまあその映像ね、必要ないよって方は音声のみでね、聞いていただいてもいいと思うし、はい、皆さんの視聴スタイルでね、まあ楽しんでいただければと思います。はい、じゃあ、お聞きいただきありがとうございます。これからもね、渡辺夫婦の2人ごとよろしくお願いします。ほな。